常廣投手は昨日、宮島口のフェリー旅客ターミナルで開かれているカープ大野寮若鯉店に足を運びました。こちらは常廣投手が入る104号室を再現した展示です。出世部屋とも言われ、野球道具や生活用品、それに常廣投手愛用のワニの抱き枕など、まるで本物さながらです。まあ、ベッドの上で過ごすことが多いんで、ベッドの上がお気に入りの場所です。まあ、大学の時まで2人部屋だったんで、自分のプライベートの時間っていうか、そういうのを確保できるのもまあいいなと思います。この後、等身大のパネルに直筆でサインしました。まだ1軍で投げるっていうのはできてないんですけど、まあ、少しずつ段階踏んでやってるんで、早く1軍で投げて勝てるように頑張ります。このほか新人選手8人の紹介文やサイン色紙なども展示されています。カープ大野寮若鯉店は14日の日曜日まで開かれていて、入場は無料です。